田さん出発しました。いってらっしゃい。今日はタイヤがぬらぬらしてるわ。はい。はい。はい。これね、新型のスーパーグレートなんですけど、もう見た目が全然違いますね。結構これ賛否両論、結構ネットでありましたよね。どうですか？あ、赤やったら。今日は赤じゃなくて白なんですね。ね、はい。このグリルなんですけど、でも僕個人的には全然かっこいいと思いますよ。全然。はい。こんな感じです。でもね、このグリル黒やねんけど、ここにねちょっとメッキがついて、これはこれでねかっこいいなって思いますよ。はい。ライトが、はい、こういうライトになってます。これがあれかな、あのデイライト。まあこの辺がヘッドライト。ハイビームフォグランプ、もうなんかついてるで、なんかフォグランプついてますね。はい。これバンパー下のこれスポイラーがもうこんなプラスチックやでな、なんかスポイラーがプラスチックになってるな。はい。じゃあほんとちょっとねじっくり見ていきたいと思います。ナオさん、はい、よろしくお願いします。はい。ここステップのここがちょっと変わってんだ、はい、前のやつちょっと前どうなっとったの。いや、こんなんなってなかった。これなんか意味があるのかな。これステップなんでこんなんなったんですか、はい、ステップなんでこんな形状が変わったんですか。これあ、ここも空力対策ですね。あ、空力で、はい、あ、これだけで空力かなり変わるんですか。あ、トータルですね。そこの、はい、あのグリル、はい、そこら全部合わせて空力、合わせて空力で、はい、ここがなんかちょっとこう出っ張ってかっこよくなってます。ほんでこれはあれですか、キャブはもうこのハイキャブしかないんです。これが標準のキャブなんですか。あ、違います。あのこれはやっぱりあのハイルーフで燃費重視のキャブで、はい、当然あのロールーフで、あ、ロールーフの低いキャブもあるんですね。はい、あ、そういうことですね。はい、これはハイキャブやけど普通のローキャブもあるということです。はい。ほんでこれセンサーがここに来ました。あ、本当や。はい。前までやったらこの左折巻き込みのセンサーはこの後ろタンクとかであったけど、はい、ここになりました。はい。です。あと今回のはね、これテストカーなんですよ。テストカーで、ほんで、まあ、全国テストで走ってんねんけど、その途中に今日寄ってもらいました。はい。まあ、だからテストカーなんで、完全にこのまんまじゃないんでね。はい。まあ、あとはこのようにタンクとかついてて、前までやったらセンサーがこの辺にあったのかな？この辺にあったと思います。はい。新型のスーパーグレートもエアバッグは前と一緒ですね。はい。で、後ろのバーコンと後ろのこのテールがなんか新しいでしょ。テールがかっこいいです、ね、これかっこいい。見たことある？これ初めて見ました。これ多分ねこのトラックからこれやと思うんですよ。これめっちゃかっこよくない？なんかどうやって光るか、あ、後でつけてみようかですね。な、ほんでこれが多分バッグだと思うんだけど、これどうやって光るかね、後でやってみたいと思います。このテールな、ここに丸みがあってかわいいね。ここ、あ、ほんまや、ここかわいいやろ、こんな感じで。はい。まあ、これ平ボデなんでね。はい。パブコさんボディが乗ってます。この辺はね今までと同じですか？変わらないんですけど、ナオさん、はい、これ見てもらえますか。はい。こっちにもセンサーあるんですよ。まあや、え、前の時は左側だけやった。前左だけやったんですよ。ということは右にもあれからセンサーの電気ついてんのかな。ついてるですよね。ちょっと見てみたいと思います。はい。前までやったら左折巻き込みのセンサーがあそこについてんねんけど、あ、こっちにもありますわセンサー。そういうとこについてる。はい、ここにもついてます。はい。ということで今回のスーパーグレードは左折巻き込みと右折の巻き込みのセンサーが搭載されてます。安全性がさらに上がりましたね。はい、上がりました。このシュノーケルがでっかい。これでかいです。空気めっちゃ吸うんやこれな。こんな感じになってます。この辺のベッド窓の埋め込みは一緒ですね。まあ、今回ねあのフルモデルチェンジなんですけど、はい、サイドからの感じは変わってないですね。まだ屋根がすごい高くなって高くなります。ギガみたいだな。はい。サイドはねフロントですよ。フロント、はい、フロントのグリル、これがかなり変わりましたね。ですね。あとな、これ層の文字、はい、でかい。前までやってこれぐらいのこう貼っとったやんか。貼ってましたね。この層の文字がでかくなりました。はい。
で、まあまあグリルがね、これちょっと、まあ、プラスチックのね、こういうグリルなんですけど、まあいろいろ賛否いろいろあるんですけど、これはこれでね、僕ね、見慣れたらかっこいいと思いますよ、絶対に。ほんでバンパーも、まあ上がね、半分がこの黒いプラスチック樹脂になってるんだけど、ここにメッキがついてるから、はい、これかっこいいやろ。かっこいいです。まあ、多分いろいろオプションで出るんちゃう、メッキとかな。出るでしょうね。はい。ほんでヘッドライトなんだけど、ヘッドライトこれ見て、あ、ヘッドライトそっち行こう、こっちか。じゃあこれヘッドライトなんだけど、はい、ヘッドライトの中に見てよこれ、文字が書いてんねん、見える？ LED テクノロジーということで、このヘッドライトは LED のテクノロジーが満載です。あーすごい、はい、多分もう LED だらけやと思うで、最先端、うん、なんかもう若干光ってるもんな、ほんでな、ここなんか光ってんねん、ここ分かるかな、ここなんか反射しとうかな、なんか反射してんのかな、はい、こんな感じです。でまあライトの縁がねこうやってなってんだけど、多分さっきの説明いろいろ聞いとったら分かんねんけど、この前から当たった風、エアロ風がこうなんていうの、こう空力とかいろいろ考えられてるボディやと思うね。だからこの辺のヘッドライトのとこも風の流れを究極に考えたデザインがこれやと思うわ。ですね。ちょっとこれ見て、なんかついてる、 P って書いてる、なんですかね、これライトに映ってる、ちょっとアップして、アップほら、ピッピピピピピピ、これもセンサーなんかな、ちょっと聞いてみましょうか。ですね。すいません、お聞きしていいですか、このライトのここの P は何の P なんですか。はなんかセンサーっぽいのが、あ、これセンサー内蔵されてるんで、あ、センサー内蔵されてるんですか。あのこの、あのミリ波センサー、塩と同じようなものが、はい、あ、ほな、この辺の人も検知して、はい、あと全部で4つで検知してます。なるほど、ここもセンサーですね、はい、ここで反応したやつもここに光るんですか、はい、あ、ということで、スーパーグレートセンサー4つですよ。センサー4つってなかなかないんちゃいますか。まあでも、あの今全方位にしようと思って、はい、やっぱり4つ以上ないと、あ、そうなんですね。スーパーグレート、もう安全装備満載ですね。はい、こんな感じでね、ここもセンサーでした。はい、ここからなんか Wi-Fi 出てそうやったで、まあ、ここにナンバープレートがつくと思うねんけど、ナンバープレートの下にもセンサーがついてます。はい、これでもなんか今まで乗ってて思うんが、やっぱ雪降ったら、そうですね、あれなんとかならないですか。なかなか、ここになんか熱線入れるとか、そういう話ですよね。雪の時はもう絶対使えなくなりますもんね。その辺ね、今後ね、雪とあとは泥とか、はい、泥とかね、はい、ついてつくとあかんですよね。でもこの辺で動画で使っていいんですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、OK もらいました。取説に記載されてます。はい、こんな感じです。ということで、ここにもセンサーあるんですけどね。これはあのミリ波レーダー。何が出てる？ミリ波レーダーが出て、まああの、オートクルーズの時にね、車間開けたり、そういうな、ここでセンサーで読み取ってます。はい、で、まあまあ、バンパーの下にスポイラーがついてるんだけど、前までやったら普通のメッキの鉄のスポイラーやったけど、今回これプラスチックのスポイラーがついてるんですね。はい。だからもうこれも割れてもすぐに交換できます。しかも安く。もう前までやったらここね、もうスポイラーメッキの鉄やって、ぐちゃーなるやんか、もう高かって、もうこれやったら全然大丈夫。でもあれですね、なんかすごいローダウンされてるように見えますね。そうです、キャブが大きいんで。これはつけることによって、やっぱり、はい、風なまりを下の方に流して、ここもやっぱ風の中の空力のある形なんだ。スーパーグレード、空力ばっかり考えてます。はい、最後はもうメッキとかいろいろつけたりできるんですね。ここだけの話、オプションってどんなのがあるんですか。あー、そうですね、私すごく詳しくない。詳しくないですか。こことかももしかしたらメッキあるかもしれない、知れないがないかもしれない、はい、あるかもしれない、ないかもしれないこれはグレードはプレミアムなんですね、はい、これグレードはプレミアム以外に何があるんですか。プロとか今まで通りみたいなのがあるんですか。ということで、今回このスーパーグレードなんですけど、グレードが3つあります。プロラインとプレミアムラインとエグゼクティブパッケージの3種類があります。ちなみになんですけど、僕ほぼなんかエグゼクティブパッケージ乗ってました。乗ってましたね。乗ってはい、いいの乗せてもらってました、以前は。はい、ということで、今回こちら展示されてるのはプレミアムのパッケージになります。これいろいろやっぱりあのグレードによって内装のパネルがまた変わるんですか。はい、やっぱりパネルが変わるとテンション変わりますもんね。そうです ね。はい、そんな感じで、ね、エグゼクティブパッケージが確か木目調の前がついてたんですよね。はい、
な感じでね、多分ねこのグレードによってねまたあのいろいろとねこうついてくるもん変わるんでね。ちなみになんですけど内装の色もまたいろいろ新しい新色が出るって聞いてます。はい、新色が出るということで楽しみですね。はい、ありがとうございます。シロご提供ありがとうございます。なんか左ウィンカーの色で全部なっとったっすね。はい、あ、全部なっとった。ハザードはこの作ったってやろ。ついでにもうライトつけてもらえますか。知ってるところがおもろい。あ、フォグモードつけて。はい、今ねちょっとヘッドライトつけてもらいました。どれがヘッドライトかちょっとわからんけど、これがヘッドライトかな。下がヘッドライトで上がハイビーム。はい、下がヘッドライトで上がハイビームです。はい、やっぱりあれですね、 LED テクノロジーだから明るいな。はい、ほんでハザード、あ、ハザードつけて、あ、ちょっと後ろ後ろ後ろ、ちょっとハザードそのままつけとってな。はい、はい、はいはいはい、後ろ回り込んできました。あ、いいですか、いいですか。あ、すいません。あ、テールが流れるウインカーついてますね。はい、でここがブレーキのテール。これブレーキ踏んだらここ引かんのかな。踏んでもらいます。ちょっと踏んでもらってもらいます。離して、ほんで、おー、オッケーです、オッケーです。あ、あー、バックは入れられへんな。あ、バックは無理かもしれないですね。無理やな。はい、一応ね、ここがブレーキランプですね。あ、そうです。はい、ほんで、ここがバックのランプですね。はい、こんな感じで、かっこいいですね。おー、かっこいい、かっこいい。はい、このシンガポール、ね、バック、バック入りましたね、明るい。かっこいいわ、これはええわ。はい、あそこだけなんですね。なかっこいいな。はい、こんな感じです。ここら辺はなんかあれですね、装飾はされてるけど光らんのかな。はい、これ新型のスーパーグレードから、これが純正で搭載されるのでしょうか。どうでしょうどうでしょうか。それこそ、それこそ知らんけど今回はね、ここ奈良のコペンションセンターのこの広場でね、トラックいっぱい並んでます。まあ、隣ね、おじささんのトラックと、あと富士トランスポートのトラック、セノプロのトラック並んでます。じゃあね、ちょっともう新車ちょっと撮影、新型撮影したんで、隣のトラックちょっとね撮影したいと思います。まあ、まあまあみんなご存知、みんなご存知のおじトラ号でですね。はい、おじささん朝から窓を拭いてました。はい、ほんでこれが、富士トランスポートの昨日のプロギアですね。はい、昨日のプロギアで、なんかこれデザインがロジスティックスプロバイダーって書いてますね。これはショートキャブなんです。ショートキャブで上にベッドあるんですね。乗ったことあります？ないですか？あのね、僕もショートキャブここにあのトワカゴに来てから、まあまあほぼほぼ初めて乗ったんですよ。ベッドスペースね、広いんですか？めちゃめちゃ広いですよ。あの寝るのはもう最強に広いです。はい、です。はい、これが昨日のプロギアです。これ新車ですね。はい、新車です。はい、でこちらがセノプロ号ですね。はい、これも富士のイベントでもねよく見かけますよね、セノプロ号です。もうなんかもう車高が低くてもこれだけでかっこいいやんな。はい、イベント用の塗装ですね。かっこええな。すごいな。はい、なんかもう、なんかこの辺のなんかもうセンターのこれハブでいうの、この辺 もうめちゃめちゃかっこいい な、 なあ。これ朝なの大丈夫この隙間大丈夫すごいなこのトラック。はい、こんな感じです。はい、相変わらずやっぱりセノプロは安定にかっこいいな。はい、もう後ろのなんかあそこのデザインがかっこいいもんな。ですね、これ。すごい、イラスト入ってるんですか。なんかやってるな、なんかやってる。かっこいいな、この辺に LED がついて。はい、こんな感じです。はい、うわ、もうめっちゃかっこいい。なにこの車庫、これはあかんわ。これ絶対これあかんやつやな、これこれ絶対もうあかんって、こんな車庫なあ。どうだ、日本は入ってないからな。入ってない、入ってない。すごいな。なあ、はい、こんな感じです。うわ、めっちゃかっこいいわ。はい、これはあのセノプロのスカニアですね。はい、スカニアです。
ということで、ね、こちら、奈良のコペンションセンターで、ここの中の広場でこのようにねトラックが今日展示されてます。で一番端っこにね三菱のスーパーグレートの新型が展示されててね、はい、良かったですね。かっこいいね。はい、ということで今日はねここ奈良コペンションセンター、合ってる、コペンションセンターで、このね富士グループのトラックが、勢ぞろい、はい、ね、もうセノプロゴン、もうね、キッズパラスポートのトラック、それからみんなおなじみのオジドラゴン、向こうには新型のスーパーグレードが展示されてました。まあまだ今日3時まで、やってるんでね、あのお近くの方よかったら見に来てください。はい、ナノさんよう来たな。たまたま休みだ。たまたま休みね。はい、まあこういう時って大体本舗リップ来んねんけど来てないどう思う、ちょっとそういうとこですね。そういうとこやな、そういうとこやな、はい、そういうこと、そういうとこです。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ポチッとな。皆さん出発しました。いってらっしゃい。今日はタイヤがぬらぬらしてるわ。完全に落ちた。